FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後5時を回りました。 79.7MHz ギノワン市キューナギノワンヒルズ通り沿いの高台にスタジオがある FM ギノワンから、本日はギノワン市のトロピカルビーチより場所を移してサザンブリーズお届けします。お相手は FM ギノワンのマナミンと、私ミキサーのキャンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、素敵なゲストさんもお越しいただいているので、はい、そうなんです、はい、後ほどですねご紹介しましょうね、はい、ツイキャスで見てる方はもう映像でちょっと見えているかとは思うんですが、はい、この後お楽しみにしてください。今日も梅雨とは思えない暑さになってますけど、そうですね、もうすごい快晴って言っていいんじゃないですか、はい、雲が見当たらないですもんね、はい、雲ないですね、雲ないですよね雨はどこへ、はい、直射日光が大丈夫ですか今日は。だいぶ眩しいんですけど、日焼け止めなんとか顔だけ、はい、今日も顔だけそうですね、手塗り忘れました持ってきたのに。いや、気をつけてくださいよ、はいはい、どうにかしますさてサザンブリーズ、今週のテーマはアウトドアとなっておりますが、アウトドア、はい、キャンさんアウトドアの行きそうな格好で今日登場しましたよね。そうですねなんかビーチの放送なので、はいはい、ちょっとやっぱ雰囲気に合った格好がいいのかなと思いまして、合わせてきたわけですね。そうですね、僕のビーチパーティーの時の、はい、いつもの格好で来ました。でも夜ですね、ミキサー入るとき怒られそうな半端できちゃってるんですけど、どうなのかなちょっとギャップがまあ、ありながら、まあ、ビーチから来たっていう体でお届け、はい、ビーチから来ましたということで、はい、お届けいたしますので、どうでしょうか。はい、さあそれでは本日もこのメールメッセージでテーマトークなどお待ちしておりますので、たくさんメッセージお待ちしております。はい、メールアドレスは797@fmginowan.com です。はい、また FM ギノワンでは電波の他にもツイキャス、ユーストリーム、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます。はい、パソコンからお聞きの方は FM ギノワンのホームページからリッスンラジオで再生をクリックしてください。スマホからは無料アプリリスラジでお聞きください。はい、はい、このビーチで今遊んでいる方は直接お話に来てもいいので、はい、今ですね、ビーチの方でも放送流れておりますからね。そうなんです。もう売店の方のサテライトスタジオより放送しておりますので、はい、興味のある皆さんぜひこちらの方にねお越しいただいて見に来てください。はい、ぜひぜひお待ちしております。はい、さてそれでは早速1曲お届けしましょうか。そうですね、じゃあ今日も、はい、早速1曲目は私のセレクトの方でお届けしたいと思います。はい、今日の1曲目チェインスモーカーズで、Let You Go ですね。はい、ではお聴きください。どうぞ。はい、今オフトークになってます。はい、これオフトークもなるべくマイクに近づいてお話しください。はい、なるほど。早速コメントたくさんありがとうございます。ありがとうございます。このスクロールするときってどうしたらいいですか。なんか横にあれが出ないんですけど、スクロールですか。はい、多分矢印で移動できるかな。あ、矢印使えないですか。矢印、あ、これですか。なるほど、あ、了解です。まずエコザエルさん、ハロチロンピーと来てます。そしてシュプリームさん、ザッサさんって、いや今日ザッサさんじゃないですよ私キャンですよ。ザッサさん、マナミンゲストさん、こんにちは。はゲストはアルベルトシロマさんって来てます。はい、 C 違いますよ。我が家は毎日嫁からの風当たりが強く、僕の心は連日曇りがちですねちょっとかわいそうな。大塚健二さん、埼玉28度とのことです。埼玉も結構暑いんですね。暑いですね。ビーチの人はすぐ来れますからね。
や、私の貸し出しは行ってないです貸し出し、マナミンの貸し出しを行ってますっていうコメントしてるんですか。してます。してない。貸し出しはしてるんですか。え、貸し出しじゃないですね。なんかレンタル彼女みたいに言わないでくださいそんな安い女じゃないわよ。そんな安い女じゃないわよ。物と一緒にされてるの逆にキャンさんの貸し出しはいかがですか。あ、僕の貸し出しですか、はい、あのお待ちしておりますあの募集しておりますんで。募集してますか。もらってくださ い, いやでもあの料金高いんで皆さん覚悟してくださいね確かに、あ、それがいいですね。できるけど返さなくていいですよ。返さなくていいですよいや今年はビーチパーティーで活躍しようと思ってるんでね、皆さんぜひぜひビーチパーティーに貸し出しをぜひじゃあ曲があと40秒ぐらいですね、うん、はい。アウトドアに関するコメントをお待ちしてます。お待ちしております。本当にアウトドアね、アウトドア意外と僕得意なんですよ。リスナーさんがそういう風に見られないかもしれないですけど、うんうん、それをちょっと挽回する感じで、はい、ちょっと僕はあの話のネタとして後半に取っておきます。ケンさんの貸し出しマカロン何個分ですかマカロン、マカロン、マカロンでは測れないです皆さんぜひあのもう曲が終わるのでまた後ほど後ほどはい、放送、はい、曲はいかがでしたでしょうかね。はい、夏にぴったりですね。はい、チェインスモーカーズの、はい、レッド、レッチューゴーですね。レッチューゴー、はい、レッドユーゴーレッチューゴー、はい、お届けしました。お届けしました、はい、ビーチに似合うんじゃないかなさあ、さてそんなトロピカルビーチからお届けしておりますサザンブリーズ、はい、今日は素敵なゲストの方がお越しいただいております、ね、いただいております。では自己紹介をお願いします。はい、なんて言ったんですかねFM 小沢の方でも番組持ってます、はい、あのビジネス天国沖縄という番組やってます。あの来月から、はい、なんと FM ギノワンさんでも2曲で放送になるということで、はいはい、よろしくお願いします。新里哲也と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。新里さんお越しいただいております、はい、よろしくお願いします、はい、すごい2曲放送、ね、そうなんですよ。来月の6日以降なんですけども、金曜日の、毎週金曜日の2時から3時ですね、はい、はい、2曲で放送します。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。新里さん一言にまとめると、はい、あの何をしている方と説明した方がいいですか難しいですよね難しいですね。あの本当に難しい。いつもこの FM 小座の番組でも、はい、たくさんのゲストの方いらっしゃるじゃないですか、はいはい、でも結構もう有名な方、本当に有名な方来てますよね、はい、多いですよね、はい、何者なんですかね、はい、僕はねいや実はですね、はい、あのもともとあの、はい、なんていうんですかね、あの企業をプロデュースしたりとか、はい、まあ、今日は後でご紹介させていただくんですけど、あのこの著者さんとかですね、はい、コンサルタントの方をこう、はい、プロデュースするという仕事をしてまして、で、まあ、あのそういうあの仕事柄ですね、あの、はい、こういったあの活躍、全国で活躍されている方を、まあ、知ってる、はい、ことからですね、もう話がすごく面白いんですよ。うん、あの活躍してる人なんかってね、あのすごい話もありますけど、やっぱり失敗の仕方もすごくて、あだから両方面白いんですよね。はい、当然あのこれだけ結果出してる方ですので、ネタもいっぱいありますからね。なのでこう打ち合わせの話がすごく楽しくて、はい、まあ、これをね打ち合わせだけでこう終わらすのはもったいないということで、あのみんなに聞いてほしいということで実はラジオ始めたんですよ。はい、それがもう気がついたらもう5年ぐらいになっているっていう感じですね。はい、すごいですね、長寿番組のような。長寿番組ですよね結構ね。5年はね。すごいですよね。もう気がついたらね、はい、なんとなくこれからも続いて消えていこうと思ってます。はいはい、FM ギノワンでもやろうと思ったきっかけってあるんですか。いや、きっかけというか、はい、山内さんにやりませんかって言われました。それがきっかけです。局長がですね。局長がですね。局長からの。はい、でも FM ギノワンだとあのリスラジっていうアプリからの放送があるので、はい、あ、そうなんですか、はい、なの で, この僕は説明を受けてないですね。そうなんですかなので、はい、このラジオと同じ放送がアプリで聞けるんですよ。あ、 なのでこの、まあ、ツイキャスユーストとかコザでやっていたものとはまた別の
アプリで、はい、じゃあ全国どこでも聴ける、はい、そうですね、さらに広がる、素晴らしいじゃないですか。だから BGM とか音楽とかですね、はい、そういったものも全部乗っかって聞こえるということで、まさか放送中にそれを事実を知るとは思いませんでした。てっきりそれも知ってるもの、知らないですね。あ、今知りました。じゃあ隠れたメリットが今ここで、はい、そうですね、明かされたわけですね。でメリットでよかったですよ、デメリットじゃなくて、うん、あ、よかったですね、メリットでよかったです、はい、はい、ということで今ねイベントもたくさん、そうなんですよ、今毎月のように、はい、イベントをさせていただいてまして、まあそのね告知もさせていただけるということで、はい、よろしいですか、はい、ぜひぜひ、はい、まあ先ほどまあ、僕がお話ししましたが、いろんな経験されている方がいらっしゃってですね、はい、本当にこう成功されている方も大きな失敗したりとかしてますので、はい、しくじり先生っていう番組あったじゃないですか。ありますね、はい、あのですね、沖縄でこうリアル版をやりたくて、こう生で会場で聞こうっていうのをですね、思いついてですね、はい、まるでこうなんていうか人の人生の話を聞いた時に映画みたいだなって思ったんですよ、はい、だからそういう講演会もしたいなということで、はい、Life is Movie、 どん底から人生を逆転した人の話と題してですね、はい、講演会を企画しております。はい、来月の6月15日、はい、会場がですね、ライブハウスモッツ、これもね、新しいこの、ね、沖縄で有名なライブハウスじゃないですか。そうですね、ここでね、こういう講演会っていうのはほとんどないので、はい、僕もそれもちょっと新しいことにちょっと挑戦してみようかなということですね。お二人の講師をお招きしております、はい、まあ、お一人目がですね、北尻勝人さんといいまして、まあ、金融業界ではもうかなり有名な、日本一予約の取れない講演家としても知られている、北尻勝人先生ですね、はいはい、でもう一人がですね、お一方がですね、明石家さんまのほんまでっか TV ご存知ですか。はい、はい、もちろん、はい、そこに出演しております、カラーの専門家として出演しております飯田信子先生をお迎え、このお二人してをですねお迎えして、企画させていただいております、はい、6月の15日金曜日ですね、19時30分から21時30分、ライブハウスモッツで、しかもですね、僕講演会って方普通話聞いて終わるじゃないですか、はい、それよりはね、もっと仲良くしてほしいので、講演終わったらそのままライブハウスでもうそのままその会場で懇親会もやるんですよね。そうなんですか。それを聞いた時にすごいなと思って、だからその面白い、このお二人とも司会も、しかもですね、県内ですごい大活躍されている田中メリアンさんを、はいはいはい、お願いしてますので、豪華ですね、はい、田中メリアンさん、北尻さん、飯田さんの方とですね、講演後はもうそこで一緒に飯食って飲もうと、わあ、素敵ですね。企画をですね、あと参加者同士も仲良くなってほしいので、はいはい、これをきっかけにですね、いろんな輪が広がったらいいなっていう企画をさせていただいてます。なんか新しいアイデアとかが出てきたりとかですね。そうなんですよ。やっぱりね、すごい人とすごい人が出会うじゃないですか、はい、なんかね、1たす1がね、2じゃないんですよね、掛け算なんです。100とかね、1000とかになるんですよ、このすごい人たちが、はい、すごい人もの同士があった瞬間にですね、もうこれをね、何度も目の当たりにしてるので、これ横でこう見てるのが快感なんですよね。あ、いや、それは確かに見てると快感なんですよ、これがね、刺激受けますよね。そうなんですよね、あなたたち出会ってしまったわねっていう目で僕ね、横で見てますよ。楽しそうな、まあ、それをね、そのきっかけを作るっていうのがすごく楽しくてですね、まあ、毎月のようにこういう企画をさせていただいてますね、はいはい、なんかますますこの後の懇親会とかがすごい貴重な、おっしゃると結構ね、懇親会の方がね、すごい価値があったりするので、はい、まあ、講演会では喋れなかったこととかもね、懇親会で喋ったりとかすることも多々ありますからね、はい、ぜひぜひ参加していただきたいですね、はいはいはい、いいですね。お話の内容もすごく面白そうですからね、ぜひぜひ。なかなかね、本当にこのお二人本当に忙しい方なので、このお二人が同じ日に同じ場所で講演するのはおそらく最初で最後だろうと思っていますね、はいはい、この県外からも来る方とか、あ、そうなんですよ、実はですね、このイベントにすごく県外の方も興味があるということで、はい、実は東京の、ラジオ関係者の方とか、はい、あとテレビ局の方とか、はい、メディア関係の方もね、はい、ぜひちょっと見てみたいということで参加されるということですね、はい、県外からも、はい、すごい、じゃあもう注目の、結構注目されてますね、はい、残念ながら僕は全然表に出ないので写真載せてないですね、注目対象外ですけど僕はね、はい、もったいないですね、この企画者が。いやいや、もう僕は別に裏方ですから、はい、はい、じゃあもう思う存分このお二人の公演を横で楽しみながら、そうですね、そうですね、当日はもう完全に裏方ですから、はい、うん、はい、いいですね、
これが6月の15日。そうですね、6月の15日金曜日、はい、夜の7時30分からですね、はい、一般が3500円でワンドリンク込みで、学生さんは2000円でワンドリンク込みとなっております。実はこれ50名様限定だったんですけど、はい、もう実はもう50名超えてまして、はい、1ヶ月近くまだあるんですけどね、はい、なのでちょっと100名ぐらいに定員を増やして、会場が結構広いので、確認したら100名ぐらいはギリギリ入りそうなので、はい、まあ、100名ぐらいまでは OK にしようかなと思っておりますね、はいはい。まあ、ただね、すぐ埋まる可能性もありますので、はい、興味のある方はぜひチェックしてみてください。まあ、詳しくは僕 の、 ブログ新里哲也 .com に、はい、詳細載ってますので、はい、そちらのでチェックしてみてください、はいはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、その他イベントは大丈夫ですか？もうイベントねもうたくさん、はい、先ほどご紹介した本間でっか TV に出て出演されてます、はい、飯田信子先生なんですけども、はい、実は僕も講演するんですよ。一緒に、はい、僕も普段講演するので、その信子先生と僕コラボで、はい、先ほどの、講演の前に同じ会場で、2時30分から講演させていただきます、はい、タイトルがですね、その他大勢から一瞬で選ばれる2つの法則ということで、僕はもう名刺の作り方ですね、人生を変える名刺の作り方、まあ、地域活性化ブランディングプロデューサーとして活動もしてますので、はい、で信子さんはもう完全に色のですね、普段の生活の中でビジネスなどで、ね、はい、色の活用方法についてもう本当に専門家の立場からお話ししていただくという声も、企画しております。その他大勢から一瞬で選ばれる2つの法則ということで、こちらも6月15日金曜日となっております、はい、会場は同じくライブハウスモッツになっておりますね、はい、こちらの方もぜひチェックしてみてください。こちらもブログの方に詳細載っておりますので、はい、チェックしてください。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。最後なんですけども、はい、輸入ビジネスという本が実はありまして、はい、その本の著者の大塚優さんという方がいましてですね、輸入ビジネスの神様と呼ばれている方なんですが、その方が実はね、普段はもう東京でしか講演をしないという方なんですが、はい、なんと沖縄に来ていただけることになりまして、これは初上陸ですか？初ですね。もしかしたら最後になるかもしれないですね。最初で最後ですか？はい、僕もちょっと仲良くさせていただいているので、ね、はい、ちょっとお願いしたら来てくれるということになっております。もう本当に何ヶ月も前から予約してやっと、スケジュールを開けていただいた方ですから、はい、輸入ビジネスということで、個人の方でも、ね、当然いいですし、全くの素人の方でも問題ありません、うん、あと英語が喋れないといけないんじゃないのって、そういうのも全くありませんので、 あと企業の、ね、新規事業としてもいいのかなと思っておりますね、はい、こちら6月10日日曜日に、沖縄市福祉文化プラザの方で開催いたします、はい、ぜひこちらの方もチェックしてみてください、はい、これものすごく面白いんですよ、この本ですか、内容もですね、はい、海外に行ってなんか売れそうな商品見つけるじゃないですか、はい、そしたらね、独占契約結ぶんですよね。あ、なるほど。で帰ってきてテストマーケティングしてなんか売れそうだなと思ったり仕入れで売るっていう流れなんですけど、はい、まあ、独占契約ですから、はい、その方を通さないと日本では売れないんですよ。それが大手企業であろうが、そうですね、独占契約ってそういうことになりますもんね。そういうことなんですよ。だから大手企業が傘下になるんですよ。おー、あー、はい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 、あー素晴らしい。独占契約を結んで大手に営業に行くっていう、はい、もう決まった瞬間に人生変わりますよね。変わりますね。おそらくね、はい、うん、ですごく僕自身が興味があったので、はい、まあ、お願いしたところ沖縄にも来てくれるという貴重な講演会になりますので、ぜひチェックしてみてください。すごいあれですね、もう、はい、この3つ、あ、実はもう1個あるんですけど、はい、もう1個また次回、また次回、あ、そうですね、これから番組が始まりますので、はい、そうですね、はい、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、で早速シュプリームさんからコメントで、宜野湾のトップインタビューみたいな番組ですよねっていうことで来てるんですけど、この宜野湾にトップインタビューっていう番組が、あ、はい、僕出演したことありますよ。 ありますか？第1回の出演者です、はい、僕は第1回なんですね、はい、おー、それは、はい、その番組みたいな感じですよね。あ、そうです、そうです、そうなんですよ。ちょっと似てるかもしれないですね、うん、僕は基本的にクライアントの方を主に、毎回ゲストで呼んで、はい、いろいろお話を伺ってるんですけど、はい、はい、じゃあこれからも楽しみですね。この FM 宜野湾にもたくさんの、あ、そうなんですよ、著名人が、はい、基本的にも放送は FM 宜野湾からと、はい、いうことになりましたので、そうなんです、ね、あ、そうなんです、もう毎週会いますよ。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。たまに飲みに行きましょうね。ぜひぜひお誘いいただければ、はい、ぜひぜひ、うん、ありがとうございます、はい、はい、ありがとうございます。ではここでこの今週のテーマがアウトドアということで、はい、新里さんにもアウトドアの話をお伺いしたいんですが、はい、僕めっちゃインドアなんですよね。しかし暑いですね。そうですね、今日ここ今アウトドアじゃないですか、今、そうそうそう、まさにね、アウトドアですよね。ここのスタジオ本当に暑いんですよ。もうめっちゃ直射日光ですね。はい、はい、アウトドアです今。アウトドア、まさにアウトドア、まさにこの状態がアウトドア、アウトドアですね。いやいやいや、中入ってます、中入ってます、これ一応いいですか。
でもね、聞くところによる、はい、キャンさんがすごいアウトだと、はい、もうさっきね、なんかナイフあれば生きていけるって言ってました。そうそうそう、お実はですね、はい、僕中学校1年生の時に、はい、沖縄県代表で九州でキャンプするものに参加したことがあって、はい、1週間テントで暮らしたこともあるんです。ナイフで、はい、あ、ナイフではないですけど。それで沖縄県代表で行って、知らないメンバーと一緒にテントをグループで組んで、はい、でそれで1週間一緒に生活、共同生活をするっていう、が自炊したり、そのサバイバルの仕方習ったりとか。なるほどね。めっちゃ野生じゃないですか。だから見た目は皆さんにゲーマーだろうとか、うん、インドア派に見られるんですけどね、はい、そうですよね、私も最初思ってました。なんか、ね、一日中ゲームしてそうでね。テクってそうですよね。そう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 、実は一番苦手です。人は見た目でわからないもんね。わからないんです。あんまり得意ではないですけど。なるほどなるほど、はい、いやキャンさんがまさかアウトドアとはね、アウトドア派だとは、はい、僕らはインドアですからね、はい、私もインドア派ですね。完全にね。時間があれば名護まで自転車で行きますからね、沖縄市から。いやそれまたアウトドアとはなんか違ってね、体力すごそうですもんね。アウトドアを超えてきますよね。超えてきそうだな、うん、本当にね。いやすごいな、意外と名古屋近いですよ。近いですか。近いですか。あっという間に行きますよ。いや遠いと思いますよ。往復 5,6 時間あったら余裕ですよ、はい、え、そうですか。これさらっと言うところじゃないですよね。いや車でもね結構遠いですもんね。さらっと言うとこが、じゃあもしかしたらこの隠れアウトドアなのかもしれないです。いやすごいな。見た目ゲーマーいいですね、このギャップがね。ありがとうございます。キャンさんの魅力かもしれないですね。ありがとうございます。新里さんも今年の夏はぜひビーチとかで。そうですね、ビーチに行きましょうかね。もうちょっと日が落ちてから行こうかな。はい、それこそビジネス天国沖縄をビーチから放送、はい、いいですね。どうですか。海の中から。海の中から。ゲストが来てくれるかどうかですよね。まずそうですね。そうですよね。そこからかもしれない。そうですよね。まず壁を越えないといけないですね。はい、いやでも面白いですね。いいかもしれない。なんか違う形でまた何か始めたいと思います。はい、何か新しい発信ができるかもしれないですね。そうですよね、はい。リスナーが急に減りそうな。そんなことはないですか。大丈夫ですかね。なるほどなるほど。このビーチからまた新たなちょっと。お客さんが来るかもしれない、ね、突然ビーチでゲストを呼ぶっていうのが面白いかもしれない。ラジオステーいかがですかって海で誘うっていう、ね、海で誘う、面白いかもしれないですね、はい、それも楽しいかもしれない、はい、ぜひぜひ。多分やらないと思いますけど。ああやらない。ちょっとご検討いただければ。ご検討します、はいはい、ありがとうございます、はいはい、ということで、はい、これで何か他に最後に告知しておきたいこととかありますか。いや先ほども、言いました伝えましたが、はい、まあ、来月からギノワン FM ギノワンの方でもね、はい、ビジネス天国沖縄毎週金曜日の2時から3時やりますので、はい、そちらもねぜひよろしくお願いします。はい、はい、ぜひ皆さん必聴でございますので、はいはい、トップインタビューのねバッタモンみたいな番組ですから。いやいや、こちらも素晴らしい番組ですので、ね、はい、ぜひ、はい、お楽しみいただけるように今後もね頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。今日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、本日は新里さんにお越しいただきました。はい、それでは CM 一曲時間を、そうですね、はい、曲の方がいいと思いますので一、ね、曲挟みましょうね。で、こちらの放送ですね、まあ、ビーチから放送してるんですけども、まあ、結構ね今学生さんがね制服のまま行かれたりとかね多いみたいで、なんか放送も聞こえてるはずなんでね、皆さん興味ありましたら売店の方で今ラジオ放送しておりますので、興味ある皆さんぜひこちらにねお遊びに来ていただきたいと思います。ね、手を振っていただいたりとかね。どうですか、曲の方は OK です。はい、じゃあ一回曲の方に行きましょうかね。はい、それでは聞いてください、チャットモンチーで花の夢。パソコンが、あ、これも iTunes 専用、はい、音楽専用で。ありがとうございました。ありがとうございます。楽しみなビーチで。今度バーベキューしながらやりたいな。自分いつもインチキなんですよ、こっちにいるんで。ミキサー席なんで。なるほど。でも意外と、ね、もうこっちすごい。でもやること結構大変です。もう絶対メールがこれミキにしますよね。もうタブレットでメールチェックして、パソコン遠いんで見えないんですよ。なるほど。いやそう、はい、そのコメントの関節なんかもうすごいですよね、この映像が。今日は本当にありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、大丈夫です。今彼らがこのなんかイベント、はい、もちろん、はい、レゲエコイベントやってる主
会社みたいな感じで、もしゲスト出演が可能ならなんか一言なんかしゃべりたいです。ぜひぜひ。もしなんかタイミング的に大丈夫です。今来た方がいいかもしれないですね。はい、ちょっとあの今から曲終わって CM に行くので、はい、CM の終わった後ぐらいにちょうど、はい、あとどれぐらいですか分数的に。3、4分ぐらい、はい、はい、今日私のゲストなくて、あ、ゲストじゃない、コーナーなくても大丈夫です、ね、大丈夫です、はい、分かりました。その後にちょっとこうあの紹介して、はい、そうです。でもそのままツイキャスとかのコメント拾っていきましょう。はい、姉ちゃんからも一応メッセージ来てるんだけど。あ、メール来てますか。そうですよね、リクエストって書いてあるんで、リクエストは自分の方で。はい、了解です。他のメールは、はい、ありがとうございます。またまた、はい、また来週から、また来週から、来月はスタジオで、来月ですね、はい、よろしくお願いします。これはどうしますか。あ、どうぞ、どうぞ。真ん中にじゃあ、そう、ちょっとマイクが、自分のマイクそのまま使ってもらおうかな、はい、あ、2人いるのかな。はい、よろしくお願いします。ちょっと寄せましょうね。はい、ちょっとギノワンで DJ やらせてもらって、はい、バスカップをしています。ちょっと宣伝だけでもやらせてもらって、はい、あ、全然、どうぞどうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一緒に入らなくて大丈夫なんですか。あ、大丈夫です急遽ゲストさんが決まりましたので、ツイキャスの皆さんもそうなんです。あの、ツイキャスもあるので。あ、そうなんですか。ツイキャスはこの音楽の間とかも全部会話入ってるんで、そうなんですね、はい、でこれが後々後で YouTube に上がるので。あ、はい、もういつでも見れる状態。あ、わかりました、ありがとうございます。曲があと35秒くらいで終わります。 CM に行って、でその後始まるんで、わかりました。今ちょっと CM 中なのでCM が明けましたらちょっとお話振りましょうね。はい、イベント自体はどんなイベントなんですか。レゲエのちょっとダンスホールのクラブイベントみたいなのをやらせてもらってて。いいですね、ダンスホールといえばもうショーンポールとか。はい、もうそうですね、世代なんで一応大好きなんですよ30ぐらいなんで、はい、